6ストローク機関は1回の動作周期が6ストロークからなる内燃レシプロエンジンの一種である。ガソリンを燃料とする6ストローク機関が低燃費競技にて抜群の高成績を出した事例がある。専用車両による燃費競技が日本で行われ始めたのは1981年のシェルマイレージマラソンとホンダエコのパワー燃費競技全国大会である。その年、 シェルマイレージマラソンは鈴鹿サーキットの直線コースで、エコのパワーは鈴鹿サーキット東コースと桶川飛行場で行われた。ちなみにこの年の日本記録は桶川での 621.8kmL であった。燃費競技者の中でガソリンを燃料とする6、ストローク機関の使用を世界で最初に公表したのは、ホンダ技研工業鈴鹿製作所の社員を主体とする。 プライベートチームのチーム1200である。このチームはシェルマイレージマラソン日本大会で1985.19861987年と連続優勝。1987年の記録は 977.0kmL であった。1988年イギリスのシルバーストンサーキットで行われた第1回シェルマイレージマラソン世界大会でベンツ フォルクスワーゲン、ボルボなど、大手自動車会社のワークスチーム相手に 2268kmL の世界新記録を樹立して優勝した。記録がいきなり伸びたのは、鈴鹿サーキットが傾斜のあるコーナーのきついコースで、あるのに比べ、シルバーストンサーキットが平坦なコースであるためである。以降、1990年まで世界大会で3連勝し、 さらに1995.1996年と連続優勝した。1994年の日本自動車研究所で行われたエコのパワー大会の 3014.71kmL。1996年のフィンランドで行われたマイレージマラソン世界大会での 3337kmL と何度も世界記録を更新した。 6ストローク機関の詳細は長い間ベールに包まれていたが2004年になって埼玉県の小松原高等学校自動車部が2003年のホンダエコのパワー燃費競技全国大会で総合優勝した際使用した6サイクル機関が自動車技術会の自動車技術誌に紹介されたエンジンは改造でベースはホンダスーパーカブの 49cc のクレイ4ストローク機関。 圧縮比13.5から14、燃費記録は 2410.51kmL。この大会のコースはツインリンクモテギのオーバルコースだった。なお、6ストローク期間が他の実用的な用途に使われた記録はない。シリンダーヘッドを下から見た時のバルブ配置一般的な6、ストローク期間の6つの工程は以下の通りである。この間にクランクシャフトは3回転する。 通常の4ストローク期間の4工程の後に、早期吸入工程と早期排気工程を持ち、燃焼室内部を冷却する工程を持つ。このことにより高い圧縮比を実現し、燃焼ガスから多くのエネルギーを取り出す。吸入工程、ピストンが下がり混合技を燃焼室内に吸い込む。圧縮工程、ピストンが上がり混合技を圧縮する。燃焼工程、 上司転勤で着火された混合技の燃焼ガスの圧力によりピストンが押し下げられる。排気工程、上昇するピストンにより燃焼ガスを押し出す。早期吸入工程、ピストンが下がり早期を燃焼室内に吸い込む。燃費競技者の場合はこの時、排気バルブを開けて排気を再度導入する。その方がバルブの数を増やさないで済み、4ストローク期間からの改造が容易なのと、 短時間しかエンジンを作動させないので冷えてしまいやすいエンジンを温めるためである。早期廃棄工程、ピストンが上がり早期を廃棄する。ありがとうございます。